はい、どうも、板です。山に走りに行って、俺こいつより速いよっていうおじさん、大体遅い説。はい、どうも。じゃあ今回もちょっとやっていくんですけど、今回は、ですね、ちょっとまあ新車から3年はちょっと、今1月なんですけど、1月に買ったんで、3年前の。で、ちょっとまあデメリット、メリットデメリットをね、ちょっと、まあ、僕なりのね、独断と偏見でね、ちょっと語っていきますんで、ちょっとそちらをご了承ください。の前に、僕、スバルスタイル乗りました。ちょっとね、大黒パーキングに、結構ね、火曜日にスバル乗りの方が皆さん集まることが多いんですけど、そこにちょうど行ったらね、スバルスタイルの取材の方来て、こんな感じで乗りました。雑誌デビュー。車では初だね。昔バイクで何回か乗ったことはあるんですけど、車ではちょっと初めてなんですけど、ちょっと白黒なんで、ちょっとカラーで大々的に今度は乗りたいなっていうのが夢です。はい、こんな感じで、ちょっとね、手がね揺れちゃうんですけど、こんな感じでね乗ってます。でね、日光サーキット中心にこいつと走り込んでますって書いてあるんですけど、多分ね、ちょうど次日光サーキット走りに行くんですよっていう話をちょうどしてて、まあそれで、まあ走り込んではないんですけど、日光サーキットに行きますっていう話をしたんで、多分そういう感じで書いてあるんですけど、走り込んではないです。一回しか行ったことないです。はい、でこんな感じで乗ってますね。ブッサイクな顔してるねこれって感じです。はい、でじゃあちょっとメリットのことからちょっと話していこうかなっていう感じで、セダン僕初めてなんですよ。で、思ってた以上にやっぱりこうスポーツタイプの車なんで、実用性ないのかなと思うんですけど、トランクも広いし、後ろの後席も広いし、もうなんだろうな、普通のファミリーセダンなんですよね、やっぱり。本当にもうこう普段使いをするように作られてるというか、逆を言うと、逆にスポーツタイプの車なのに、ちょっとスポーツ走行はしっかりこう手を入れてあげないとちょっと車ダメになっちゃうかなっていうデメリットもあるんですけど、そうですね、ちょっと実用性が思った以上にあって、かなりね、友達と出かけるとかってなっても、後ろの席も広いし、荷物も乗るし、でサーキット僕行くんですけど、荷物が結構乗るんで、もうかなりタイヤもね、後ろに4本積んだりとか、もう広い、とてもいいです。スポーツタイプ、スポーツカーっていう人もいると思うんですけど、まあそうですね、実用性のあるスポーツタイプの車、ファミリースポーツって感じです。はい、でもう一つのメリット、2つ目、まあちょっとメリットデメリットいっぱいあるんですけど、ちょっと何個か絞ってお話しますんで、結構女受け悪いって言われてると思うんですけど、この車、僕の経験上からではものすごいいいです。普通にもうかっこいいみたいな感じで乗ってくれるし、なんか普通に乗り心地も悪いと思うんだけど、なんかね、結構ね、好評なんですよね。はい。ちょっと、珍しいタイプの女性に出会っただけかもしれないですけど、結構ね、これがまた受けがいいんですよ。はい。どうですか、皆さん。なんか、多分ね、普通にね、受け、いいと思うんだよね。悪いのかな。
まあなんだろうな、基本的にその SUV とかそういう大きい車が人気だとは思うんですけど、あの意外と受けいいんで、皆さんガンガン行きましょうさあ行くぞで、そのなんだろうな、多分車がしっかりしてるんで、あのなんだろうな、ちょっとあの普通結構スピード出すと嫌がる女性多いと思うんですけど、あの普通に速度感が多分あんまりないんで、普通に走ってても安心して乗ってくれる方が多いんで、昔あのスカイラインクーペに乗ってたんですけど、その時の彼女にはあの80キロ以上出すとあの怒られるんですよ怒られてビンタされるんで、あの左車線をもうこんなになって走ってたんですけど、まあそういうタイプの方もいると思うんですけど、この車になってからは全然ないですね。でね、結構ね、その好奇心旺盛な子は結構シフトをやりたがるんで、共同で作業してあげてください。共同作業大事ですから。あーやだ、はい、恥ずかしい。でこうちょっとね、このスポーツカーっぽい車なんで、このシートも硬いし、いやちょっと疲れてきちゃったなーっつって言って、あの光り輝いてる建物にこうね入っていくってね。でそれラブホやないかい。はい、っていう感じでそういうメリットもあります。はい、ちょっとねこの動画見てくれてる人ね、ちょっと結構ふざけて撮っちゃってるから、すいませんちょっとはい、ちゃんと知りたい方は多分他の動画見た方がいいですはい、はい、で気を取り直してちょっと3つ目のメリットは、やっぱり僕初めて四駆乗るんですけど、やっぱりその走破性とかのトラクションのかかりにやっぱりすごい感動して、四駆ってこんなにすげえんだなみたいな、ちょっと無茶しても走っていっちゃうんだなっていうのが正直な感想です。まあスバルのその AWD が優れてるっていうのもあるとは思うんですけど、はい、そんな感じで感動してます。でちょっとメリットはこんぐらいにしとくか。でデメリットなんですけど、とにかく燃費が悪い。都心に住んでる方とちょっとまあ郊外に住んでる方で、ちょっとまあ使用状況によってはね、かなり燃費ってやっぱり差が出るとは思うんですけど、そのやっぱどっちかというと都会というかね、街並みが栄えてる方に住んでる方だとやっぱりどうしてもね6とか7ぐらいで、最悪5とかっていうこともあるんで、まあ郊外行けばね普通に街乗りで10とか行くとは思うんですけど、やっぱりそこがやっぱ EG20 のちょっと燃費の悪い欠点かなっていうのは感じます。はい、でね、そう、あとちょっとやっぱり、あとエンジン特性がやっぱりその真ん中ブーストかかってからじゃないと力がないんで、発進とかも本当下のトルクがなくてかったるいなっていうのは思ったりはしますね。はい、やっぱ他のその2リッターターボとかの車に比べると、多分他の2リッターターボの車って全部下からトルクが出るような特性の車が多いと思うんで、ちょっとまたそこは違った味なのかなって思いますね、2リッターターボの中でも。はい、そんな感じですね。あと多分 VAB 乗ってる方だと分かると思うんですけど、シフトがねガリるんですよ。1から2とか、あと 5とか4あたりも結構ガリる人いないですかね。これは何なんだろうね、その宿命なのか分かんないですけど、オイルが合ってないのか、クラッチのエア抜きがちゃんとできてないのか、そう、もそもそういう感じになっちゃうのか。ただね、僕的にオイルで結構変わったんですよ。ロイヤルパープル、ロイパと、あとモティーズの M509 だったかな、がね、冷感時からかなり
シフトのコンディションがいいです。シフトフィールが、あの気になった方はちょっとね変えてみてほしいです、ぜひ。はい、これがあのシフトはミッションオイルはおすすめです。はい、だとね前期と後期でね、あのクラッチの重さがね確かね結構違うんだよね。前期の時に結構、前期の時からもう買おうとしてて結構試乗車を乗りに行ってたんですけど、クラッチ重いなと思ってて、で後期乗ったらなんかお軽いなと思って、なんかそこは軽さがちょっと違うように感じます。あとなんかステアリングもなんかちょっと軽くなったような気がするんだよね。なんか全体的に動きに関してなんか軽くなったような気がします、多分ね多分はい。であと乗ってて、あのねちょっとエンブレこの車効かないなって思うことがありますね。なんか離してもこうアクセル残ってるような感じとかはあります。はい、であとスバル車は多分よく言われてるかな、ビビリ音がね結構僕はあんま気になんないんですけど、前の方とあとなんか後ろの方から結構しますねする時あります。はい、あとちょっとマニアックかなこれは、クラッチフルードとブレーキフルードのリザーバータンクがこうタンクが一緒になってて、だからブレーキフルードとクラッチフルードは一緒に交換した方が混ざっちゃうんでいいと思います。はい、あの GVGR とかの時、その VAB より前はあのリザーバーがこう別々になってるんですけど、 VAB からこう一緒になっちゃってるんで、で仕切りなんですよ中が、で多分仕切ってても中混ざっちゃうと思うんで、そこがねちょっと一緒に変えた方がいいかなっていう点ですね。はい、まあそうですね、はいっていう感じですかね。てな感じで、まあね、なんでこんな動画撮ってんのかなってね、正直もうねネタが車をいじるところがどんどんなくなってきちゃってて、つけたいパーツがもうあんまりないんですよ。ちょっとねたまにはこういう語り系の動画もいいかなと思ったんですけど、あとはなんかちょっと面白い動画を撮れればなと思うんですけどっていう感じで最近は思ってます。あとねちょっと撮ってもいいかなっていうのは、俺的につけてよかったパーツランキング第5位、つけてもあんまり良くなかったランキング5位みたいなっていうのも撮っていいかなと思ってるんで、まあちょっとそのうちそれも撮っていいかなとは思うんですけど、あとはまあサーキットシーズンなんで、これからはサーキット走る動画が多分多いと思うんですけどっていう感じですね。という感じでね、ちょっと今回はね以上になりますんで、